1888年、高知教会での礼拝日本、キリスト教団高知教会は、高知県高知市にある日本キリスト教団の教会である。高知伝道を最初に開始した、JL アトキンソン宣教師1877年、板垣大輔との関係で、高知市に入った、アメリカンボードの JL アッキンソン宣教師が伝道を開始する。1884年には、板垣、 片岡健吉ら自由民権運動の指導者たちの圧戦で GH フルベッキ・ D ・タムソンと植村正久が高知を訪れた。1885年5月15日に片岡健吉、坂本直勘、竹市安也ら21名によって教会が設立された。ER ミラーが仮牧師に就任する。同年9月、日本キリスト一致教会の牧師。 山本修公が初代牧師に就任する。1888年に第二教会道を建設し、同年7月に吉岡孝喜が牧師に就任して1892年まで在籍する。1925年に新海道を建造する。薩長の反発政治に対抗する自由民権運動の推進者の入信は大きな波紋となり、1890年まで。 礼拝出席者は600人になった。日本キリスト教会の教会になった。牧師タダソは上村正久に次いで日本キリスト教会の指導者になった。1910年代から1930年代にかけて礼拝出席者が減少し始め、太平洋戦争中は米軍の空襲による戦災で教会道を消失し、危機的な状況に陥った。 困難な中を1941年まで、ただそが副牧師、田中つよしにと共に指導する。1941年6月に、日本キリスト教団の成立時に第一部として参加した。1947年に、吉田三津ほが牧師に就任して、1989年まで発展に尽くした。1972年に、京の街道を設立して、 1985年に教会創立100周年を祝った。ありがとうございます。